さあ皆さん、まずはこたびの祭りごと誠におめでとうございます。今日はですね、台風で心配の中、夜中に金沢より羽子馬を走らせまして、ここに到着いたしましてですね、ここにいらっしゃるどなた様よりも早く会場に到着しました。およそ1時間ほど一人で凍えておりました。ですが続々とですね、このもう真田の方々、誰が雪村様なのかもわからないほど集まる集まる。ちょっともう加賀藩としては恐怖を覚えるほどではございましたが、こたびはこのめでたき真田十万石祭りということで、加賀藩より祝いでございます。皆様に刀と扇、剣線部、めでためでたの舞、こちらをご賞覧いただきとう存じ上げます。それでは等が、残っておるんですけど、こういったものを用いましてですね、こういったお祝い事を皆様と共にまた気持ちをですね、一つにさせていただければなと思いでやってまいりました。今日はなんか午後から行列もありますよと、いうことなので、そちらの方もですね、皆様と共に楽しみたいと思っております。ね、さっきのあの立て集団ね、真の方々、こう迫力のある立ち回り、そして上杉謙信公、景勝様、直江兼続のお三方によるあの演舞、こちらピシッとこう決まっておりましたけども、まあたまにはこういった一人の演舞というのも、また一興かなというところでございます。それでは
後ほどありがとうございました。